我々が若い頃は、はい、ホットドッグプレスっていう雑誌があって、はい、あの恋愛マニュアルって言われてたんですね、はいはいはい、あの北方健三の有名な言葉がありますよね。知らないです、これ見たことないです。ソープに行けですよ、はい、童貞で悩むならって、はいはい、もしくはなんか死にたいなんて、はい、行った日には、はい、アイバンク登録して死ねって言われる、はい、北方健三の試みの冷戦から始まり、はい、でまあ、リリー・フランキーが書き殴ってた頃ですね、はい、マニュアルを。最近それがないんですよ、はい、本屋行っても。昨日探しましたが、はい、もうファッション雑誌ばっか、男性コーナーなんて、はい、だとどこで学べばいいんじゃと、はい、女子はあるんですよ、アンアンとか、はい、もうキラッキラした男子が裸になってさ女子を抱いたやつがあるんですよ、はい、女子はそれを読め男子はなかった、はい、ので伝えなければと思って始めたコーナー、はい、婚活ゲリラというところで、今日は女子のエントリーシートを見て、はい、どう話を広げるか、はい、っていう話をしたいと思います、はい、というところで、前回男性のエントリーシート多いかつあまり良くないよって僕が思うエントリーシートをあげましたが、はい、でこう書いた方がいいっていう答えは僕は用意しました、はい、否定されましたが、はいはい、で今日はこの女性のやつを見て、我々この結婚したいボーイズはね、はい、どうやって話を広げるかっていう紹介ができればなって思い用意しました。上がってるやつを見て、はい、これちょっと困りますよね、はい、今日これを持ってきてね、はい、僕はこの女性を前に何を喋るだろうってシミュレーションしたんですよ、はい、だいたいこの婚活パーティーとかってね、はい、2対2とか、はい、3対3とか、まあ、うまくいって女性が1男性が2とか、はい、1-1っていうのもあるんですけど、だいたい話せる時間は10分なんですね。1時間ぐらいあって、はい、10分で10人ぐらいの女の子と話をして、はい、次につなげないといけないんですよ、はい、これはね、はい、難しいですよね、はい、もしか男性こっち並んでたとすると、はい、この子と話せるのは3分4分ぐらいです、はい、で大体見ているとこういうプロフィールシートを見て話を始めるんですね、はい、これを見ながら何を喋るかと、はい、で僕はちょっとシミュレーションしてみたんです。どんなお仕事されてるんですか、はい、長いんですか、大変ですよね、はい、あ、背が高い人が好きなんですね。芸能人なら誰が好きですか横浜流星いないいない、ここにはいないですよそんなの。ショッピングってどこ行くんですか。あ、ここ名古屋なんですけど、栄、名駅、アマゾン今ちょっと受けを狙ってます、はい、でちょっと受けた日にはなんかニヤニヤしながらね、はい、映画か、最近何見ました、何々です、はい、多分見てないんですよ、はい、あ、面白かったですか、はい、なるほど、ご飯食べに行くんですね、最近どこ行かれましたでやっていくと、はい、これで3分ぐらいです、はい、でもし10分与えられて、はい、このエントリーシートに従って話せばいいや、はい、でいくと、はい、3分しか会話は続かないんですよ、はい、だとよくね、この前回の動画でも言われましたが、女の子には話を聞けって言われるんですよ、はい、で僕は今このプロフィールシートを見て女の子に質問をしましたが、はい、3分しか持ちません、はい、だともう終了です、そこで、はいはい、なので、はい、僕がこれを見て思ったのは、はい、あらかじめ質問は考えていけなんですよ、はい、プロフィールシートに頼るな、はいはい、誰にも同じこと聞くで1個あるのが、はい、大体10人ぐらい女性がいるとするじゃないですか、はいはい、たまにいるのがね、本当時間ギリギリに来るんですよ、はいはい、時間ギリギリに行ってポイって座らされると、はい、やっぱりどんな女性がいるかが分かってないんですね、はい、なので僕がおすすめしたいのはまず
大体30分前、20分前とか、はい、何分から集合してもいいですよっていう時間が決められてるんですね、はい、まずそこに行けと、はい、で、まあ、こういう紙を書かされるので、はい、書き揃ったなっていうところで、あのトイレ行くふりとかね、はい、飲み物を取りに行くふりとかで見ろと、で目星をつけとけと、はい、あの子ってとか、こそこと か、はい、でその子の時に、はい、出す、はい、まあ、全員出してもいいんですけど、はい、全員出してもいいんですけど、で、そこで僕が用意した質問、はい、これを持ってけっていう質問、はい、これがねちょっと気持ち悪いって言われるかどうか分かんないんですけど、はい、気持ち悪いって言われるかな、いや僕がやりたいのは、はい、先生がやりたいのは、はい、女性に話をさせて、はい、その話の続きを聞きたいから、はい、お茶がしたいですとか、はい、このあとどうですかとか、はい、話の続きが聞きたいので、はいはいはい、このあとどうですか、もしくは来週お時間ありますか、はい、をその日にクロージングしたいんですよ、はい、決めときたい、制約、はいはい、取っときたいんですね、うん、なのでそこに持っていくための質問として、10分は短いから、はい、なかなか話ができないですよね、うん、ちなみに聞いてほしいことがあるんですけど、はい、人を好きになりやすいですかっていう質問は怖いですかね。なんて答えていいかは僕にはわからないです。僕は今女性の気持ちでなるほど、はい、というのはこの10分でさ、はい、恋愛なんて生まれるわけないじゃないですか、はい、でそういう反応が来ると思いましたよ、はいはい、ではちなみに、はい、どういう時に人を好きになります、はい、これダメかな、気持ち悪い、かん、どういう、その初対面の人に抵抗がありますよね、うん、これそっか、これじゃあ俺気持ち悪い質問だったな、はい、ちょっと気性かったですね、気性いかどうかっていうよりは先生失敗したな気性いかどうかっていうよりは、はい、抵抗があるに近いかなっていう拒否反応、これなんか初対面の人に言いづらいじゃないですか、なるほど、はい、じゃあこれごめんなさい、先生これやめます、はい、はい、あの A 案として持ってきたんですけど、はいはい、じゃあ2つ目、これはじゃあ今のはやめて B 案、はいはい、領域展開するのが目的です、その話の続きが聞きたいからをやりたいですはいはい、はい、座りました、はい、今さ、お手回りを見てね、うん、今さ、はい、小学校の時のクラスを思い浮かべてるんだけどさ、うん、もうほんとそんな感じじゃないって、同年代がわちゃわちゃっといてさ、はい、どんな子だったちっちゃい時ちっちゃい時どんな子だった、おとなしい子、あ、みたいなところから、はい、要は初恋いつした、はい、とかその小学校の時から、はい、思い出を喋らせる、はい、これ気持ち悪いかな、これも拒否反応出るかな、わかんない、どうですかね、皆さんアンサーチェックアンサーチェック、宗教みたいだとお前時々はちょっと許せんな、すいません、インタビューコミュ力高くないとその内容では話せないと、うん、そう、多分コミュ力、前回のあれもそうですけど、結局何を書くかよりもコミュ力じゃあでも大体やっぱり半々ぐらいで、はい、あのコミュ力が低そうな方がいらっしゃるんですね、はい、いらっしゃるじゃないですか、はいはい、その人たちに、はい、コミュ力高いやり方をやれって言っても難しい気がするんですよねって話。でもその人たちってなんかその、はい、このエントリーシート勝負をやりがちなんですよ、はい、なんか仕事のことを根掘り葉掘り聞いたり、ね、はいはい、その後なんか話が広がらないだろうなって思うんですよ、はい、でやっぱりクロージングクロージングしたいじゃない、はい、営業ですよこんなの、次につなげたいんですもん、まあ、その僕の知り合いの営業マンも言ってました、恋愛は営業だって僕それにしてもやっぱり営業苦手ってことは恋愛も下手なんでしょうね、はい、